こんにちは、いいものレーダーチャンネルのカズサンドです。抽選会やってきました。はい、ガオーレディスクの流れ星ディスクですね。目指したの1段で使える流れ星ディスク、こちらですね、ミュウツー。はい、ミュウツーと原始海洋ガーと悪事キング2枚、はい、の4枚をですね、プレゼントということで、9月、30日、昨日までかな、昨日まで、昨日までが、応募期間で、はい、で今日抽選をいたします。できるだけね、早く皆さんにお届けしたいと思いましたのでね、急いで、抽選の方ね行いたいと思います。はい、でちょっと関係ないんですけども、今日10月1日、15夜なんですね。15夜、お月様がですね、朝雨降ってたんですけども、夜は晴れてですね、綺麗なお月様が、出てくれてね、よかったなと思ってですね。はい、で、今日ですね、お月見団子をですね、食べたんですけども、ちょっと関係ないんですけども、我が家はですね、なんか昔からかどっからかね、わかんない言い伝えがこうありまして、多分ね、あんまりね、他のところにね話したら、そんなのないよ、知らないよっていうのはね、ほとんどだったんですけども、我が家ではですね、このお月見団子を月のですね、光を当てるんですね。そして、月のパワーを団子の中に入れて、そして食べるというですね、いつからか分からないですね、どこくらい前か分からないね、ひいおじいちゃんがもっと先なのか分からないんですけども、そういうね、こう言い伝えみたいなのがあって、でそれをね、団子を食べると1年健康でいられる、体幹の日の卵みたいな感じで、そういうねことがあって、今日もですね、毎年やってるんですけど、今日もですね、もうお月さんのね光に当てて、今年はですね、よりより多くのパワーをね、お月様のパワーをこうドンと入れてですね、いただきました。はい、皆さんもですね、病気にならないようにですね、していただければいいかなというふうに思います。はい、それではすいません、本編に戻ります。はい、で、ご応募ね、いただいた方が全部で結構ね、いらっしゃいまして、34名で、何名かはですね、ちょっと応募の基準に達してませんでしたので、流れ星ディスクが欲しいっていうね、ことを書いたのか、あとも一応ね、名前が書かれているということで、一応条件があったので、これがちょっと足りないなっていうのだけね、ちょっとね、外させていただきました。申し訳ないですけどね、一応条件ということでありましたので、はい、で、34名の方、ご応募ね受付いたしました。はい、それではいつもながらですね、こちら使ってですね、はい、ここにですね、はい、皆様の名前が書いたですね、こちらのくじ、はい、くじをですね、こう入れてって、でこう引いてですね、当たった方がね、当選という形にいたします。はい、それではね、入れていきたいと思いますが、はい、まず1番目、マックス高橋さんね、一番最初にご応募いただきましたんでねありがとうございます。はい、はい、ではこちらですね、はい、ここに、はい、ここにですね、入れさせていただきます。はい、こういう形ですね。はい、で、次、はい、メガルカリオ様様はい、こちらね、入れていきますね。はい、ここに入れます。はい、3番おばあおばあ様ね、もうほんとね、いつもねご応募いただいてる方でね、ほんとありがたいなと思います。はい、ね、もう何回かね、複数ね当選されてる方もねいらっしゃいますんでね、
はい、ゆう様、はい、ゆう様、はい、入れます。はい、5番目、ミロさん、ミロさんでいいんですかね、 MIRO さん、ミロさんですかね。はい、はい、入れます。はい、6番目、ゼルネアさん、ね、いつもねコメントもねありがたいですね。はい、入れます。はい、7番目、KST さん、はい、はい、入れます。8番目、やすもっちゃんさん、やすもっちゃんさん、はい、よいしょ。はい、9番目、りゅうじさん、りゅうじさん、りゅうじさん、はい、よいしょ。はい、10番目、新札さん、はい、いきます。11番目、キングギガゼロさん、よいしょ。ね、皆さんどうなんですかね、まだこう目指したこう始まってどんな感じですかね。はい、12番目、ロイヤルパンダさん、ね、イモのレーダーもねなかなかねできないね、時間がね、ちょっと、スンさん、はい、スンさん、時間がね、なかなか取れなくてですね、やりたいんですけどね、ちょっとやれない部分もあって、ちょっとね、もぎもぎしてるんですけど、ミキチンさん、はい、よいしょ、15番、ソロモンさん。2.23、 スノーさん、よいしょ。17番じゃない、ガースさん、はい、でなんかガオーレの時とね比べるとなんかね、そうか、空いてるような気がしてしょうがないんですけどね。18番、ポンさん、なんかね、いつも言ってね、こう前に人がいたりとか、そういうことがね、あんまね、なくて、まあ、行ったらね、すごいやりやすいなと思っております。はい、19番目、あきらさん。ね、だ今までこう1台やったのがね、まあ、2人ね、使えますんでね、まあ、その点もね、いいなと思いますけどね。はい、太田雄介さん、10番目まで来ました。はい、21番、通さん、通さんでいいのかな、通さん、名前がね被ったらどうしようかなってねドキドキしてたんですけど、名前被んなくてよかったなと思います。はい、22番、エリカチャンネル、この絵さん、23番、ソータリーナさん、ソータリーナさん、あの結構ね当たる確率どうなんだろう、34人中4人だからね、まあ10倍はないですね10倍はない、9倍もないかな、 8. 点何倍ぐらいかな。24番、そらジローさん、シワ32、あ、うん、8点何倍ぐらいですかね、確率的に8点何倍ですかね。25番、プリンプリンさん、よいしょ。26番、 DJ ロイさん、よいしょ。はい、27番、ヤキさん、よい
しょ。28番春前さん、春前さんですね。はい、29番 MM さん、よいしょ。30番カイエクさんですね。カイエクさん、よいしょ。31番ヘッポコレ、レモンじゃない、メロン、メロンかな、ヘッポコメロンさん、はい、よいしょ。32番ナンバーワンヒーローさん、ナンバーワンヒーローさん、よいしょ。33番ザワさん、ザワさん、よいしょ。34番憧れ太郎さん、憧れ太郎さん、 OK ですね。はい、ということで以上34名の方がこちらに入りました。これね、混ぜますよーくね、はい、落ちないように、はい、こう横も縦も、はい、回して、はい、混ぜて、はい、こうね、混ぜました。はい、これでね、抽選いきたいと思います。準備は整いました。いやー、ではね、順番どうしようかな。はい、じゃあ悪事キングはね2枚ありますんで、こちらからねいきたいと思います。はい、こちらね、悪事キング、はい、こちらいきます。では目をつぶって、だん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 、はい、これだ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 これこれ、はい、開きます。おお、いつもありがとうございます。はい、10番目の新札さん、おめでとうございます。汗かいてる新札さん、はい、悪事キングでございます。おめでとうございます。はい、1人目決定いたしました。はい、ではもう一つの方、もう一つの方の、こちらですね、悪事キングいきたいと思います。さあ、ね、持ってない人はね、悪事キング嬉しいと思いますよね。かぶっちゃったら本当にすいませんしか言わありません。はい、それでは目をつぶって、はい、混ぜて、はい、いきます。はい、これだ、1枚、はい、おめでとうございます。23番ソータリーナさん、おめでとうございます。ソータリーナさん、悪事キング当たりましたよ。おめでとうございます。はい、これで悪事キング決定いたしました。はい、残りはあと2つです。はい、どっちから行こうかな。ボケーネが、ボケーネ順に行く、うん、どうしようかな。多分ね、ミュウツーの方が人気があるような気がするんで、はい、ちょっとね、まあ、わかんないですけどね勝手に、はい、では次は原始火曜が、もうこれもね強いですからね、ガオーレ史上ね最高ポケーネですね。5560ですね。今の目指したから言えばね、とんでもないポケーネですからね比べるなと、うん、はい、では原始火曜がいきたいと思います。はい、混ぜて、はい、いきます。これだこれだ、こちら、
おお、そうですか。はい。いやー、いつもありがとうございます。2番、メガルカリオさん、メガルカリオさん、サマさん、メガルカリオサマさん、サマサマ、はい、当たりました。原始カヨガでございます。おめでとうございます。はい。では最後、最後いきます。最後こちら。ミュウツー、ミュウツーになります。ミュウツーいきます。はい、ミュウツー。いやー、もう一回混ぜよう、もう一回混ぜよう。はい、最後ですかね。はい、あーね、喜んでいただけるとね、やっぱね、嬉しいですからね。でもね、外れた方もねまたね、やりたいと思いますんで、メザスタでね、ね、まあいっぱい取れたらね、やりたいなとは思ってますけども、うん、またねプレゼント何か考えてやりますので、はい、またね次回の時にはね申し込んでいただければなと思います。はい、早くね引けと、わかりました。はい、それでは行きたいと思います。はい、混ぜて。混ぜて。はい、行きます。こちら。はい、こんにちは。はい、おめでとうございます。15番、ソロモンさん、映ってる？ソロモンさん、おめでとうございます。はい、ということで、今回ね抽選4名の方ね、決定いたしました。外れてしまった方、私の引きがもうね悪くて申し訳ございませんね、絶対に外れる方出ちゃうんでね、ね、全部当たればねいいんですけどもね、まあちょそうもねいかないんでね、はい、ご勘弁ね、いただいてご了承いただければと思います。はい、そして当たった方ね、4名の方おめでとうございます。まあ、1段ね、目指した1段でしか、使えないということなんで、できるだけね急ぎで送りたいと思います。で、この後ですね、この後ですね、皆さんが、まあ、当チャンネルに応募いただいたコメントの返信のところにですね、こちらにですね、まあ、Eメールかもしくは、Twitter の方のダイレクトメッセージ、そちらにですね、お名前と郵便番号とご住所、ね、この3つですね、名前と郵便番号とご住所、ね、郵送先のご住所ね、関係ない住所ダメですからね、はい、そちらをですね、情報いただきまして、そしたらもうすぐね、送りますので、はい、でまた届いたらね、届きましたっていうね、メッセージでいただけるとね、私安心しますなんかね、届いてない時ね、いただいたんですけど、で、まあね、ちょっと遅れてるかもしれないんで、もうちょっとお待ちくださいって言って、その後ね、ちょっと、どうなったかね、分かんなくて、今、まだ心配してる方もいますので、できればね、届いたら届きましたっていうことね、一言ね、コメントの方でも結構ですので、ね、連絡いただけると、安心しますんで、よろしくお願いいたします。はい、では、ね、抽選会のね、以上で終了させていただきます。またね、次、またプレゼントね、企画ね、考えたいと思いますんで、ね、
その時までお待ちくださいと。はい、目指すの方もね、続けていきますので、動画の方ね、見ていただいてね、まあ、応援いただいたメッセージとかね、コメントいただけるとね、非常に喜びますので、うん、ちょっと時間がなくてね、いいねとかね、それをつけられない時があるって、コメント返せないとかね、結構多いんですけども、ちゃんと見てますんでね、喜んでますんで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、See you next movie!